え、黒人さん結婚したんですか？け、あの、あ、離婚してました。うわ、騙されたコメントに。私のコメント欄が今黒人さん結婚おめでとう、結婚おめでとうってなってたから。それはだからあれですね、僕先月離婚したんで。あ、ミスりました。10年目で全然大丈夫ですよ、いじっていただいて大丈夫。友達いるか聞いてくれって言われちゃう。いい？カルビちゃんごめんね。友達俺の質問じゃない、俺の質問じゃないけど、あ、リスナーのリスナーさんがどうしても聞きたいって言うんでね、はい、なんか友達、いや、いますよ友達。あ、いい、あ、よかった。はい、いない。これ以上聞かない、これ、いや、これ以上聞かないです。 ありがとうございます。いるぞ、みんないるぞ、もういるから。じゃあもうカルビちゃんはあれなの、もう全くそういう恋愛関係ご無沙汰なの、もうご無沙汰。ご無沙汰なの。ないですね。そう、スクープとかないの、急になんかできてたみたいな、電撃みたいな。ないの、電撃みたいな。ないです、ないです。最後いつ、最後いつ。最後いつ。やばいな、ぐいぐい来るな。絞りだなって。別に、いやいや、もうそんな別にそんな、別にそんな。ね、隠せる年じゃない、うん、そう。肉を柔らかくしたみたいな話じゃなくて、そのお付き合いとか、ね、それでもいいです。恋した。そうそうそう。恋したとかでも、いくらでも濁し方あるやん、そんな。そう。別に、いや、ない、ないな、うん、私最後に2個こねたの女子校なんですよ、女子校だったんですよ。あ、女子校だったの。そうなんだ。そうなんですよ、だからもう、マジでないです。あ、じゃあもう本当に、じゃあもう清らかな状態で、もう、じゃあ本当に何、もう学生の頃に学生の頃清らか、それなんか包んでるけど、やばいこと聞いて。あ、一人とも付き合ってないってこと今まで？いやー、ちょっとグイグイ来るなぁ。やっぱ V 的にはね、言えないの、それは。いや、言えないイコールじゃあるってことだ。いや、まあ、今日じゃあるわ、これあるわ、これあるわ、あるわ。リスナーが彼氏なんですよ。キモ。俺も言いそうになったけど、先に踏んでくれてよかった。よかったー、国兄が言ってくれて。危ねえ、マジで。俺もう口がキーマの木の口だったもん、ね、今。だった、国に言ってくれて今。ごめん、俺出ちゃった、出ちゃった。もう知らんからね、俺本当に。さっきはね、めっちゃ配慮してくれてさ、なんかめっちゃ優しかったのに、突然キモ。口が好きだったからね。ひどすぎる。気持ち悪いなぁ、だったもん、ね、今完全にもう口が。でも、国さん、キモの一言だったからな。いや、素敵じゃないですか、素敵じゃないですか、リスナーね、カルビーリスナーは大喜びですよ。いや、最高だよ、だってさ、自分たちのことを彼氏なんて言ってもらえて、うん、しかもね、長時間の配信もいっぱいしてくれるわけだから。そうですよ、みんなツイッターのプロフィールに彼、あ、彼女、うん、アットマークカルビーって書いていいよって言ってるんですよ。なるほどね。はい、で、全員やってるんだ。 何やってくれてんの、それ。いや、一人も見たことないです。あー、まあ、恥ずかしがり屋なのかなって、うん、あー、なるほどね。はい、じゃあ国人、多分さっきのキモの発言大丈夫だ。まあ、そうだね、多分リスナーもそう思ってるよね、多分、うん、いや、思ってない、うん、もうみんな大興奮ですよ、今。どっちに興奮してんの？あの、その怒って興奮してんのか。それによって話変わってくるから。そうだね、フンドの方だろうね、多分。怒ってない、うん、喜び、喜びの大興奮。あー、なるほどね。してますよ。じゃあ、もじもじしてんだ、今、リスナーは。もじもじしてます。もうやめてよ、カルビみたいな感じなんだもん。もうちょっとそれ、俺たちだけの秘密じゃんみたいな感じになってます。キモ。僕に言わないから出ちゃったよ。いや、今回はキョウちゃんかなと思ってたもん。いや、もう僕に言わないから俺出ちゃったよ、今もう。どっちも言わなくていいんだよ。本当にそのカルビちゃんのその存在がガラッと思って印象が180度変わるかもしれない。そうそれはそれで逆にね、逆に今のところだって俺その何一つで聞いてた話と全然違うもんね。え、何聞いてたんですか？いや、終わってるって聞いてたよ。あ、俺も聞いてた。俺もね、終わってる。俺はあのカルビちゃんは本物って言われた。そうだから、終わってるって言われた。何終わってるって。そう終わってるんだろうなって思ってたけど、別に今日の印象は全然そんなんも。あ、そうですよね、全然終わってないんですよ、うん、実は。うん、印象の操作ですよ、これね、うん、普通の女の子だ。よくない。いや、だから逆に言うと多分その手前で踏みとどまっちゃってる人はいると思うよ。その俺とか国人みたいにガンガン聞く人多分なかなかいないと思う。いないからね。初めてこんな聞かれましたもん、だって。そうでしょ、だからもう、はい、つけ結局人間なんだから。
生まれてくるのみんな一緒なの。そうなん、そうなんですよ。人間だから。猫人間です。猫人間だよね。オッケーオッケー。そういう体でね。ごめんね。ごめん。それはごめんね。それはごめんね。うん。はい、お前ゆうこりんもコリン星ってきつくなったんだぞお前。そうそう、結局ね30超えたらちゃんと正直言ったから、うん、無理だぞこんないつまでも。いや私ずっとニャンニャンの22歳なんですよ。あんた聞いた。キャットフード食う配信しろ。キャットフード食う配信フードあるからおいしいニャンって、うん、でもそれ、うん、美味しそうっすよね。なんかサラミみたいなとか、うん、サラミとか食ってどれが一番うまいか調べるニャンって言って。しかもそのニャンニャンで22歳っていうのが今2年間やってるらしいよ。2年間その設定でやってるらしい。もうすぐ2年前ですね。いやまあこれあるな、これ詐称してる可能性あるな。もしかしたらですよ、あのカルビさん、あの僕より年上ってことありますか。いやない。え、何歳ですか。僕は42です。42あるね。だからニャン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 倍で44もある。44ある。でもカルビちゃんが意外とそういうなんかそういうの弱いってちょっと意外でしたわ。え、どういうことですか。いやなんかね、俺と京ちゃんでガンガン詰めてたんだけど、普通にそういうこと言うのかなと思ったらあんまり言えない感じ。いやベールに包まれてたなと思って。そう、包まれてた。 VTuber っすよ。いや別に VTuber ってこと関係ないっしょ、はい、人間でしょ。人間でしょ。そうですね、猫と人間のハーフです。いや猫と人間のハーフです。人間と人間から生まれてきた人間でしょ。いや人間でしょ。違います。猫と人間のハーフです。だってもうこっちのコメントでもさ、うわエーペックス始まっちまったじゃんみたいな感じのコメントになってる。もう雑談やってるみたいな。エーペックスやめべってなってるの。こっちもなんでなんだろうね。なんでこんなにやばいんだろう。え、なにコメントでやめべってきてんの。おい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 、なんか透けてきたな、そっちの視聴者が。何かおい、誰で何の視聴者で構成されてるか、なんか透けてきてるな。やめべ。確かにエモンくせえな。だからおい、くせえな。なんかおい、くせえな。おい、本当にやめべか。アーキンやめべかそれ。アーキンやめべかそれ。なんか透けてんなそれ。おい、ない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 、やめましょう。あいつらマジで本当に終わってるやつら大好きだからな。いや私終わってないんだけどな。いやいや、あ終わってないんだカルビちゃん。うん、終わってない。まだ終わってなかったよ。終わってなかった。俺の今日の印象は終わってない。だ俺はこれから言うよ、みんなになんか言われたら、いやカルビは終わってなかったよ。黒人さんもそうやって言ってね。うん、大丈夫。でも俺はもうはっきりともう正真正銘の本物扱いをできるなと思った。カルビちゃんは。え？本物じゃないでしょでも。うん。本物って言われてたから、ああまた確かに本物だなと思った。ええ素晴らしいって意味でしょ。素晴らしい、素晴らしいって意味でしょ。いやそう、素晴らしいよ、素晴らしいよ。でも私さ、本物って褒め言葉だと思ってたんだよ。本物だ。